していきましょう。17歳、この若者を毎日一生懸命練習しております。見た目はいろんな家庭の事情のある子からおとなしい子まで、そして裕福な子までいろんな子が寄っております。ただ純大連はこの人間形成を目標とし、そして人当たり前に挨拶のできる簡単なことでございます。この挨拶のできる子供を育てております。どうぞこれからも温かい目でご支援のほどよろしくお願いしたいと思います。純大連教授、皆様に心より感謝の気持ちを込めて、礼。ありがとうございました。撤収。